始まりました、はい、ということで、はい、ハーレー乗りのファッションチェック&バイク乗りの必需品ということでやっていきたいと思います、はい、イエーイイエーイイエーイ急に上がったねチュートレンがチュートレンたちがリッキーズキッズ、はい、ということでバイクのファッションだったりアクセサリーだったりバイクで必要なものもそうなんですけどちょっといろいろ掘り下げていこうかなと思いますということで早速何からいきます？あ、俺のグッズから紹介しますか？僕じゃあまずファッションチェックからいきます？はい、まあ、いつもなんですけど、うん、よく見る感じだね。とりあえずはい下からいくんだ上から普通上からじゃないかまずじゃあこうキャップが、はい、ロストアングラーのキャップですね。おなじみですね。いつも被ってるあのゆうすけさんのところの、はい、たちがやってるロサンゼルスに見える見えるね、パッと見ね、はい、ロストアングラーズですねのキャップとレイバンですね。これかっこいいよね。これよくかけてますね。ね、一番似合ってると思う。これニューウェイファーラーっていうモデルです。ウェイファーラーのモデルがもともと好きなんですけどそれの新しいバージョンがちょっとこう細くなって出てたんで、うん、ゲットしました。かっこいい、まあ、これかこれですね。うちで出してるグリードのグリードサングラス、はい、ちょっと安めの設定のサングラス、うん、これ使ってます。これ夜もいける。めちゃくちゃ良くて、うん、いいじゃんいいじゃん。大事夜に、うん、なんで夜用と昼用で、まあ昼でもこれのままでもいいんですけど、うん、使い分けてます、はい、ということで T シャツがグリード着てます、はい、最近まあこれよく着てるね。これめちゃめちゃ気に入ってるよねリッキー君ね、はい、この T シャツの色が好きで、うん、最近着てます。で、アクセサリーが今こんな感じでつけてるんですけど、はい、まあ、最近つけたりつけなかったり、うん、これちょっと名前忘れちゃったんですよね。イーグルね、はい、かっこいいですよね。かっこいい、いいね。まあ、ちょっとこれ、はい、あのブランドテロップで出しておきます、はいはい、でこれボイスかな指輪、はい、ちょっとスカルに炎みたいな感じなのと、かっこいいねこれもね。いいですよね、うん、あとこっちですね、チェーンのなんていうんですかブレスレット。ブレスレット、うん、これはこれはクロムハーツとポティマーハリアっていうところのコラボ、なんか珍しいもんね。クロムハーツっぽくないよね。ですよね。かっこいい。スカルがモチーフの極太、うん、チェーンで極太です、はいはい、とよく聞かれるんですけど時計、うん、デートね、デートな、あ、で、あ、ロレさん、ロレさんですか、ロレさん、デートな、ロレさん、ちょっとデートな、あ、ロレさんね、ちょっと寄っていいですか、寄っていいですか、いや、ちょっと待って、買えないですよ、今、あー、デートなね、うん、ロレックスやっぱ正規、うん、新品買えないんで、プレーについちゃうとして、うん。ちょっと寄っていい？ちょっと寄らしてほしいな。止まってもらっていいかな。止めます、うん、はい。ちょっと待ってよ。うん。セイコーですね。はい、セイコーですねこれ。セイコーのデートな。あ、セイコーのデートな。いや名前違うから。はい。っていうのは冗談で、ちょっとセイコーの時計はめてます僕。これね。7万円ぐらいでした。高いね。はい。高い高い。ソーラーのあれで、これめっちゃいいじゃんと思って。全然デートなじゃなくていいんで、うん、7万円とかいいよね、うん、しかも機械式じゃないんですよ、うん、電池式なんでバイクの振動でも、ああ壊れないんだ。壊れないです。ロレックスとかなんか壊れるっていうもんね。壊しましたね昔、なんで電池式の成功の時計やめてます、はい、いいと思います。すごい。とあとはこれウォレットチェーンもフットロムさんで買ったんですけど、うん、ちょっとブランドまた出しときます、はい、で財布がクロムハーツ。クロムハーツ三つ折りだね。三つ折りです。こんな感じの、うん、なってます。で財布と使い分けで、うん、マネークリップ使ってます。最近これだよね。はい、まあ、免許証とかカードとか挟んで、うん、そのまま使ってます。なんかインディアンジュエリーのナバホ族の、うん、どこのアーティストさんかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、インディアンジュエリーになってます。おしゃれてるね、はい、に合わせてジッポ。おお、ジッポね。こっちもインディアンジュエリーで、こっちはサンシャインリーブスっていうアーティストさんのジュエリーになります。へえ、かわいいっしょ。かわいいけどタバコ紙タバコじゃないよね。紙タバコたまにするんです。いやー、吸わないよ。はい、ジッポ持ちたいだけです。まあね、見た目がね、たまにすぎます。見た目大事だから。言ってましたよね、ベストの CM で。もう CM 撮影とかそういう時ね。カッコつける時ね。でも元々
めっちゃ吸っとってちょっと犬に臭いしあれこれだしってやめたんですけど、やっぱりこのちょっと痛いこと言っていいですか、うん、タバコのこのスタイルがすごい好きで、うん、タバコ吸うっていう動作ね、はい、うん、別に誰かに見られたいとかじゃなくて、うん、バイク乗ってちょっと休憩先でこうっていうのをやらせてください。で次ポッケなんか入ってるかな。でれん。おお。やっぱりこう、あ、お嬢さん使います。いや、使ってんの見たことない。マジで見たことない。必需品だよねって思ったけど。あ、もうここ行く。見たことない。あれ今日ちょっと作ってます。いやいや今日いつも入ってるんですよ。マジで使ったことない。あ、使わんけど入ってるやつね。ポケットに入ったまま洗濯されてます。やば。いやでもね、こうポケットからのチラ見は大事や、うん、これボニークライドさんですね。バンダナこんな感じの、うん、かっこいいね、はい、開ききらないっていう。なんだ、なんでそんな微妙に。ベンも持ってるでしょ。ベンも持ってます。みんな持ってる。ベンちゃんも持ってる。あ、うん、ジャイアンかな。しかもこれカバンになるんですよ。マジ？は？マジ？え、すごい。あ、めちゃくちゃいいじゃん。いやでもなんか拭いたやつでそれ入れたくないな。俺あんまり拭かないんで僕も。あ、そう、どっちかというとなんかチラ見軽い買い物した時とかに使ったり、うん、めっちゃいいしてます。拭くんかい。拭くんかい。これロングセットさんっていう。へぇ、めっちゃいい。え、顔いいよ。サイズはそれ。そうそう、これです。一択っす。ちょっと畳み方忘れちゃったっすけど、なんかちゃんと畳めばあのバンダナの畳みになるらしいです。へぇ、すごい。いいじゃん。いいね。結構何色かありました。あいつなんか、あ、ヘルプ自身。どうしたの？なんか痛いの？いや、まあ、僕もいつも持ってるんですけど。うん、あ、今日は？あ、今日忘れちゃいました。で、パンツがリッキーズの874です、うん、一番定番のね、ワークパンツですね。はい、41。でかいね、でかいね。僕サイズ8です。ええ、俺のがでかいの？そうなんですよ。え、僕のがでかいです。そうなんだ。でも別にそんな太ないね、うん、ちょうどいい感じ。はい、お、裾を切ってます。短くするのが好きなんだね。うん、なんか、まあ、レングスも何インチかってあるからね。32と30。うん、裾短い方がいいんだよ。ビッキー君ダボつかない派だもんね。うん、なんかちょっとスラックスっぽく履きたいです、うん、はい。で、靴がナイキのコルテッツ。これ好きだよね。はい、これストック3つぐらいありますだよね。新品あるもんね、まだ。気に入った靴さ、ストックしてこう2、3個新品置いてあるんですけど、あんま開けたことないです。まあでもコルテッツさ、いつ買えんくなるかわからんから買っといてもいいよ。ですか、終わりですか。グッズいきますか、バイクグッズみたいな。バイクグッズ、はい、まあこれはファッションとバイクグッズ両方ですよね。ベスト、もうおなじみですね。発売中だと思います、動画がというか、うん、ベストですね。大人気ベスト、おなじみのブルコブリード、こんな感じでバイク乗るときはもう着てますね。後ろポケットがあるのがね、いいよね、これね。ここ高いですよね。ここね、物入るもんね。あと、まあ、みんな好きにこうピンズとかつけたりしてカスタムしてもらったらかっこいいと思います。で、ヘルメットがもう一個持ってきます。ヘルメットの準備しとけよ。はい、ということでベストと、ヘルメットが僕2パターンあります。ナチヘルと PTR、はい、こんな感じです。 PTR、はい、をうちでエイジングしてちょっとやれ感出してます。タツキ選手がね、ね、はい、やりましたね。こっちがナチヘル、これもエイジングしてあります。最近こっちが多いよね、ナチが。なんかキャップかぶったまんま、うん、いけるじゃないですか。でもなんかパッとこう、いけるからいいなと。確かに、はい、オーシャンビートルさんですね、両方とも。で、携帯なんですけど、はい、この携帯、あ、かわいいですね。かわいいね、このナックルさんのイラストが。待ち受けなんだ。 T シャツ出てますね。で、携帯が時と場合によるんですけど、これ僕クワットロックっていうメーカーのケースつけて、これそのままつくんですよ。へえ、あ、ダイナの時、はい、
ダイナの時はここについてるんですよ、うんうん、でこれそのままつけると、うん、振動で携帯壊れちゃったりするから、うん、ここに間にこの専用のダンパーが入ってて、ちょっとこう動くようになってて、これそのままこうつくんですよ、ね、あ、そんなカチってつくんだ、はい、だからナビとか見ながら便利ですね、はい、でカールで隠れてるんで、うん、そんなに目立たない、前から見てもね見えないもんね、わかんないですよね、あ、スタイリッシュですね、いいですね、見えなくて、一応このこれを使ってます、便利便利、はい、とフリークマウントさん、ああいいね、おなじみ ねこれこんな感じで、これ本当便利だね、はい、急所乗るときはこっちで、うん、平たいところに、うん、こんな感じで、ああいいねいいね、つけたり、あとホットロットも鉄じゃないですか、うん、そうだね、俺もホットロットにつけてる、あ、つけてますか、バイクも使うし、うん、ホットロットのときはこのナビ見たりね、いい、ちなみに僕もバイクを持ってないけど、はい、買いました、どこで使うの、自転車です、ああ自転車につくの、つくの、どこにつけんの、ここなんていうんですか、ここ、そう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 、そこにつけてます、ここ、あ、そう、そういうところにつかない、僕の自転車に、あ、ここ、あ、弱いね、色塗ってあるで、あ、こうやってつけるの、トラックでは使えない、使えます、なんか、なんか現場で図面見るときとかに鉄のところに貼ってたら、あ、なるほどね、あの見ても見たりしてます、おしゃれっすね、おしゃれかな使い方、要はこういうとこにこれでつけてこうやってやって、なんか見ながら飯食える、あ、そういうことね、あ、そうそう、あ、便利便利、それをやってるってこと、へえ、なるほどね、それじゃああれだね、レシピをさ見ながらキッチンの上さ磁石じゃんか、うん、あそこにさ、確かにレシピ見ながら、うん、何でも使えるね、使い方自由ですね、うん、はい、おすすめです荷物なんですけど、はい、旧車の時は僕はこのバイスさんの荷物を入れる袋、でかいね、これちょっと一番でかいやつなんですけど、うん、これ XL、L、M、S があって、これ一番 XL です、うん、自分の好きなサイズに、あ、調整できるんだ、調整してここでこう止めると、あ、いいですね、はい、調整できるのいいね、はい、これを止めてバンドが CC バーとかにあれをくくりつけて、こういうので、うん、これはホームセンターとかかな、これフットラムさんで、あ、フットラムさん、バンジーコードの、うん、きついやつ、こっちはホームセンターですね、ちょっと緩い、うん、これでこのバッグを CC バーにくくるとやってます、ダイナが脱着式の、今外れてるんですけど、この脱着式のカバン、これ便利だよね、これすごいめちゃくちゃ入るんで、ね、これをつけてこんな感じで、おお、使ってます、サクッとつくもんね、いいよね、おーおーおー、まあ、こういう時もあります次、行きます、次、じゃあ団長行きます、団長行っていいですか、おー、バイク乗ってないのにバイクは乗ってないですけど遅刻してきて夏だ、今夏だ、遅刻してきたんですよ今日確かに今日の待ち合わせ時間誰が決めたっけ、今日カズト君が決めたんですよすいません、何分遅刻してきた、30分ぐらい、いや40分ですまあそんな日もあるよね、はい、すみません、テンション下がっちゃったよ上げてこ上げてこ、切り替えてこ、切り替えよう、はい、切り替えよう、切り替えます、催眠術かけようか、あ、お願いします、うん、1、2、3って言ったらテンション上がります、はい、1、2、3、よっしゃ、行きます、はい、服からですか、はい、はい、ニット帽からですかね、これコットンで、オールコットンで夏仕様、通気性良さそうですね、そうですね、ブランドはこれもさっきと一緒ロングセットさんのところで買いました、はい、で、まあ僕といえばカザールそうなんだ、はい、カザールといえばクレイジーケンバンドだ
知ってます、ね、知ってる知ってる、もちろんもちろん。いつもかけてもね、それ。はい、そうです、似合ってる似合ってる。クリア、どなし、どなしです、うん、はい、でネックレスがローイングさんで1910年のなんかカーハートのチェンジボタン。へえ、カーハートなんだ。そうです、おしゃれ、おしゃれだね。なんかコインとか昔の硬貨を使ってネックレス作ったそうです。でも T シャツがサーフスケートキャンプさんの、まあなんかアガベとか。あ、サーフスケートキャンプなんだ。はい、ソックスブランドですね。そうですね。へえ、かっけえ。でパンツが、うん、フィーバーさんのダブルニーノ。涼しそう、はい、フィーバーなんだ。そうっす、なんか夏仕様っすね。いいね、太さも、はい、靴がバンズのオーセンティック、オーセンティックかな、エラ、はい、そうです、ね、でチェーンがなんかボールチェーンのシルバーの。ああ、おしゃれだね、はい、スカルト。いや、もうこれ財布つけてないですよ。琴音さんが一番嫌がる。かけてます。ループからループいっとるから。そうそうそう、まあでもそういう人もいますよね、スタイルで。ファッションチェーン。まあ言い方がね、言い方が。この後バイク乗らないんですけど、これなんていうの、バンジーコード。バンジーコードないのに。そう、これ僕もめちゃくちゃ重宝してますよ。何に。トラックの荷台の、ああ、あともアウトドアでもいろいろ、何でもバンドだよね、はい、めっちゃ使えますね、うん。ちょっとじゃあ乗った時のフォルム見てみます。椅子でも使って、はい、エアーで。欲しいバイクを乗ったら。ちなみにバイクは、うん、希望バイクは。いやでもなんかもう迷ってる。迷ってるんです。これ旅車か、超スタイル。ああ、うん。でこれじゃあどっちで行く。まあチョロで。あ、チョロで。ああ、おお、あれ足が、足はステップに。おお、エンジンかけちゃいます。あ、いいですか。はい、ちょっとわかんないですね。バリやりますね。走りそう、走りそう。バリやりましたよ。2000cc ぐらいありました。じゃあ新しめのバイクの後年式のあれですかね、チョロスタイルで。いいです。でもちょっとキックもしたいなっていう。やっぱ捨てれないですか、キックは。じゃあそこまで馬力出すのちょっとなかなか難しいかもしれないですね。であとこのインカム前回の動画を、はい、これだけ持ってんだもんね。インカムだけ持ってます。なんかみんなでツーリングした時に寂しいから買ってきました、ね、トラックでツーリングやった、はい、ヘルメットだけ貸し出してそのインカムは、ビーコムっていうメーカーですね、はい、僕らはみんなビーコムですね、うん、あそんな感じですかね。カバンは、あ、カバンか、まあ、カーハートのカバンなんですけど、かわいいね、はい、なんかお気に入りのピンズとか。あー、カスタムだ、はい、かわいい。マックトラックが好きなんで僕。マックトラックって何。そういうアメリカの企業ものですかね。へー、トラックメーカーですか。そうっす。へー、こんな感じっす。ちなみに中身は。中身はめっちゃ汗かくんで、うん、まあ、オールドスパイス、うん、はい、はい、まあ、これも財布っすね僕今。あ、はい、マックトラック。あ、さっきの、はい、であとあのみしょめさんにいただいた、あ、はい、ボイス禁止ね、はい、灰皿と。ボイス禁止ね。あと竹くんとこのシャグケース、うん、はい、巻きたことね、はい、ぐらいっすかね。あと結構入るねこのカバン。そうそうなんです。え、まだあるんだ。あとこれ充電器、おしゃれてるね、はい、これもモバイルバッテリーです。すごい、何バッテリー。あ、 モバイルバッテリー。あ、モバイル。これなんかライトにもなるんですよ。ライト、はい、あ、あ、ここにね。え、すごい、かわいいねこれ。これなんかこの刺したら、あ、ちょっと今簡易的ですけど、あ、すごい、こういうふうに。何照らすの。なんかわかんないですけど。何言ってる、何照らすの。あの夜ハウスで作業するときとか、あとなんか夜どっか行って。あ、でもバイクね乗ったらね、そうですね、夜とかね、はい、あ、なるほどね。なんか壊れたときにさ、ちょっと修理するとき。そう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 、もうこんな感じです。おしゃれ、おしゃれですね。持ち物もすごいおしゃれ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。琴音さん、はい、あ、はい、はい、まあでも簡単に私はバイクに乗るときは、はい、基本チビティとデニムです。このスタイル多いね。基本これですね。ね、 T シャツはリーバイスのキリンちゃんです。キリンちゃんね、とカラスが乗ってるのがポイントです。あ、本当だね、かわいいね。これのゼブラバージョンも持ってます下がキリンの代わりにゼブラってこと。キリンの代わりにゼブラのやつ。カラスは、カラスはついてない。あ、ついてない誰も気づいてないキリンかゼブラか
あ、でサングラスは、はい、カサノバさんですね。ああいいね、うん、グリーンのレンズで、はい、グリーンのレンズでガレージにも売ってるやつですね。そうです、ガレージでカサノバさんいっぱい売ってるので店舗営業で買いに来てください。いいね。はい、でデニムはなんかどっかのどっかのやつです。どっかのやつ。靴は厚底のコンバースですね。これバイク乗るときなんか乗ってるよ、履いてるよね。バイク乗るとき厚底がいいんですよね、結構足つきがめちゃくちゃ良くなるし乗りやすい。はい、乗りやすいです。で、あとはグッズでいうとヘルメットかなとしますが、夏はこの2つ、オーシャンビートル、オーシャンビートル両方で、こっちがメッキのナチヘルですね。エイジングしてあります、これも。すごいね、はい、カメラ映るかな。あー、この辺わかるね、エイジングで、こっちはショーティーですね。俺こっちのイメージなんだよね。あ、本当ですか。うん、確かに。あ、本当に。ツバも赤色あるから、うん、そうそう、あ、変えてないんだ。そうそうそう、赤色つけたりします。で、はい、夏のグローブはもうフィンガーレス一択ですね。爪がね、そう、だから夏は私ネイルを長くするんですよ。すごいね、爪。可愛いでしょ。カラフルだね、なんかグミみたいだね、アメリカの。可愛いでしょ。で、指輪はクロムハーツとトムウッドと、これが力也君の人差し指と同じブランドの、ね、これと、そう、イーグルと、まあ、ね、同じブランドだったね。おしゃれですね、はい、指先まで。ありがとうございます。ぐらいかな、私は。はい、はい、終了です。以上ですか、はい、ありがとうございます。発表会。次、リュウさん。次、じゃあリュウさん。で、僕いきますか、はい、じゃあファッションからいきますか、はい。帽子が、これもよくかぶってるうちのキャプテンスリートの帽子です。はい、でサングラスは、一番かけてるのがブラックフライズですね。ほぼブラックフライズ。そうなんだ。いつもで、バイクの時がなんか笑われてますよ、後ろ。なんで笑った？こいつ笑ってました。これ、何、何、いじめか。こいつ笑ってました。もう勘弁してくれよ。続けてください。続けます。あ、はい、グリードのサングラスです。バイクの時はそう、はい、これね、夜も見えるし、はい、なんかね、風で全然ずれない、俺は、うん、最強ですよね、そう、マジで。俺はもう全くずれない、こうやってっても、こうやってっても、もう、あ、そうなんだ。これ最強なんで、おすすめです、はい。色はね、俺は青が好き、ブルーですね、はい、はい。で、次が、あ、アクセサリーはクロムハーツ、はい、クロムハーツ、はい、で、これがどこだったっけ、ディールデザインのチェーン。なんかここにもね、アイアンクロスついてるんですよ。へー、あ、見えるかな、うん、あ、見えた、かわいい、かわいいよね、うん。で、T シャツが、これも僕が作ってるキャプテンストリートのやつです。はい、で、パンツじゃなくて時計か、時計が本当はいろいろしたいんですけど、うんうん、かぶれちゃうんですよ、ここが、うんうんうん。なんで、一番かぶれないのがアップルウォッチってことが発覚して、アップルウォッチです。はい、便利ですね、便利、うん、そう、ナビの時、そう、ナビ入れとけば、まあ、携帯入れといてもこう見れるし、めちゃいい、振動が、うん、うん。で、次が、ウォレットチェーンですかね。ウォレットチェーンが、これはアンクラウドさんかな。確か、フットラムさんで買いました。みんなフットラムさんだ。リッキー君と行った時に買ったっけ。そうですね、あ、そうなんだ、ね、ちょっと短めで、なんかいいんだよね、うん。ちゃんとお財布繋がってますか。繋がってます。バイクの時は、このカスタムスタイルのトラッカーウォレット、うんうんうん、これをもう10年以上使ってますね。で、パンツが、ブルコさんですね。はい、ブルコさんのスリムワークパンツのタイプですかね。これが入ってるスリム、そう、いろんな種類があるんですけど、これはね、スリムが一番シュッとしててシルエットも綺麗かなって。はい、あとね、マフラー焼けがね、これ一番しない気がするんだよ。へー、キャプテンストリートに取り扱いはあります。あ、確かに、ちょっと在庫はでも流動的なんで、うんうん。で、靴がポゼストっていうスケートシューズ。あ、で、バイクの時は俺バイクのマフラーがここに出てるんで、うん、ここが当たるから溶けちゃうんだよね、靴が。だからこれと全く同じやつのバイク用を履いてる。あー、なるほど。履いてる。へー、でもこれと全く一緒なんですか。かっこいい、あるよ、かっこいいっす。もうちょいないの。すいません、うちはいいっす。で、ヘルメットが、はい、リッキー君と一緒で PTR、はい、これは納車の時にお祝いでリッキー君にもらったやつで、これもエイジング加工は辰木選手がやってくれてます。はい、かっこいい、ありがとう。すいません、もうちょいちょうだいよ。グローブがブルコさんのワークグローブってやつを、夏は通気性もいいし、だ、作業用かな。あ、メカニックグローブみたいな。あ、そう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 、これね、スマホもいけるしね。へー、それでかいっすね。そうで、俺手ちっちゃいから S サイズ、うんうん。
あツールバッグの中に入れてるのが、うんうん、この中でおすすめなのがヘルメットをこう取って置いていくときに、なんかこうさ、置きっぱなしだとなんか盗難とかね、うん、ちょっと怖いじゃん、うん、その時にここに引っ掛けて、なんかバイクのどっかに引っ掛けれる。うん、めっちゃいい。あ、それで言うと僕もあります。これもホームセンターで格安。へえ、格安。僕はハーレー純正です。あー、あるんだね。ごついね。うん、ごつい、ごつい。カラビナのダイヤル付き。うん、そう、ダイヤル付きがいいんだよ。鍵持たなくていいから。そうですね。そう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 、はい、はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。発表会まあ、ざっくりこんな感じですか。うん、はい、ですね。まあ、またちょっと季節ごとに、ごとに、うんうん、なんかこんな感じの動画を出せて、うん、ケータまた撮りましょうか。はい、はい、そんな感じで、ベストは絶賛発売中です。はい、あとサングラスも多分残ってれば、うん、発売してると思うので、よろしくお願いします。お願いします。ます、また動画撮ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、僕はこれユニクロの服です。はい、これ最近買ったクジラの骨。どこで？クジラの歯じゃなかったっけ？骨？クジラの、あ、歯ですね。買ったの？どこで？どこで買ったの？パラダイスロードさんで買わせてもらいました。はい、で、これは、龍太郎くんにもらったワークパンツですね。あ、パンツ、はい、はい、デビルビスってやつ。はい、なんすか？デビルビス。全然違う。違うの？嘘でしょ？デビルユースね。デビルユース、デビルビス。チェッカーのバンズ、バンズです。スリッポン、はい、はい、あ、ベストですね。はい、髪の毛は、は最近パーマ当てました。かっこいいね。めちゃめちゃかっこいいやん。モテる。まあ、モテますね。以上です。はい、以上ですか。ありがとうございました。はい。